ガヤルドはイタリアの自動車メーカーのランボルギーニが製造していたスポーツカーである。かつてランボルギーニにはベビーランボルギーニと呼ばれる一群の車種として裏ラッコ、シルエットおよびジャルーパがあった。しかし1990年代にはプロトタイプのカーラを除いてフラグシップの12気筒以外の車種は揃えていなかった。2003年ガヤルドはフラグシップ以外の車種として 久しぶりに発表された。スタイリングは、ムルシエラゴと同様に、ベルギー人デザイナーのルク・ドン・カーボルケによって、主導された。社名は、闘牛名に由来するものではなく、18世紀スペインの闘牛飼育家であるフランシスコ・がヤルドから取られている。エンジンは、バンク角90度の水冷、V 型重機等アルミ中造製のシリンダーブロックは、アウディ製のものとベースは同じ。 重心を下げるため広いバンク角度を採用しているが、等間隔燃焼を実現するためにクランクピンを18度オフセットしている。排気量は5リットルであり、500PS を発生する。ボアストロークが 82.5mm、92.8mm というロングストローク仕様であるため、低回転域のトルク特性に優れている。ロングストロークではあるが、 レッドゾーンは 8200rpm からとなっている。2006年モデルより排気系の見直しで5 2 0 p s へと出力が向上した。エンジン搭載形式はミッドシップだが、これだけの出力になると二輪駆動ではトラクション確保が困難であるため、4wd システムが採用されている。4wd システムは低重心化も兼ねてエンジンとともに、 構造限界まで下げた状態で搭載されており、複雑な制御で知られるアウディ製、クワトロシステムではなく、シンプルなセンターデフ式でビスカスカップリング式 LSD を使用しており、この点はディアブロに準じる構成となっている。トランクはミッドシップ車にふさわしく前輪側。ボディはアウディ製のアルミスペースフレームで構成されている。ボディ単体での重量は2 5 0ラムと、 軽量である。走車体重量は 1430kg と交渉されている。ランボルギーニ電灯の低い前行は受け継がれており、前行は 1160mm。ドアに関しては、日常の使い勝手を向上させるために、シザードアにはせず、一般的な前ヒンジの横開きドアを採用した。また、2005年モデルより、フロント部車高を、 少し上昇させることが可能となっている。このシステムは油圧式であり、車高を上げた状態でも時速 70km までで走行でき、またタワーパーキングぐらいの入庫が可能となっている。2008年にマイナーチェンジが行われ、ランボルギーニ電灯の LP が名称に付けられた LP560 から4が発表された。フロントバンパー、ライト、ボンネット、リアバンパー、 リアコンビネネーションランプの変更。リアフェンダーダクトの廃止。これにより、5.2リットル直噴エンジン、1420kg、4WD のスペックとなり、ドイツ国内では2009年のベストスポーツカー賞を受賞した。なお、この2009年使用エンジンは、親会社であるアウディのスペチアーレ、R85.2 ルフシーにも採用されている。2010年3月のジュネーブショーにて、 サーキット走行向けのモデルである l p 五百七十から四サプザーリジェラが発表された。これは五百七十 p s エンジン千三百四十キログラムとなっている。二千十三年十一月にランボルギーニ史上最多となる総生産台数一万四千二十二台で生産を終了した。販売台数も後継の裏間に抜かれるまでランボルギーニ史上最多、売上額も 最大を記録した。ベースグレードモデル。ガヤルド、ネラガヤルドスパイダー2005年に追加されたモデル。ルーフがカットされ代わりに、電動ソフトトップが採用されている。開閉時間は20秒。5本、スポークホイール、カリストを装着。ガヤルドスーパーレジェーラ車体パーツをカーボンファイバーに置き換え、車重をノーマルより 100kg 軽量化し、 吸排気系の見直しにより出力を 10PS アップの 530PS とした限定モデル。なお、スーパーレジェーラとはイタリア語で長軽量の意味。パワーウェイトレシオは 2.5kgPS で発表された例時速 100km 加速は3.8秒。トップスピードは時速 315km とされる。オプションとして大型カーボンリアウィングがあり、ノーマル仕様に 装備されている、非可動式、リアウィングとは、選択式。2004年5月に、イタリア警察高速隊のパトカーとして、ガヤルドポリツィアストラダーレが採用された。車両の製作やメンテナンスはランボルギーニが行い、乗務するドライバーのトレーニング、選抜に協力する体制が取られた。LP560 から4スパイダーフェイスリフト後の、ベースグレードモデル。 エンジンが直噴化され、クランクシャフトの形式も変更された。2008年のロサンゼルスオートショーにおいて発表された、オープンモデル。LP550 から2バレンティーノ・バルボーに2009年に発売された5.2リットル、V10、550PS で2輪駆動の250台、限定モデル。ネーミングの由来は、40年以上にわたって、すべてのランボルギーニの開発に携わり、 テストドライバーも務めていたバレンティーノ・バルボーニに起因する。変速機は6速 MT を標準設定とし、E ギアはオプションとなる。リアデフのチューニングを最適化リアアクスル用 LSD も新たに開発。スタビライザー、ダンパー、コイル、タイヤ、ESP といったあらゆる部分を変更。ある日、バレンティーノは自分の名前の付いた車に乗って帰宅。 翌日の出勤途中にフェルッチオの眠る墓地に差し掛かるとありがとうと心の中でフェルッチオにお礼をするために車を止めたと言う。2010年 LP550 から2バレンティーノ・バルボーニの公表を受けて2輪駆動モデルがカタログモデルとして加えられた。LP570 から4スーパーレジェーラ2010年3月のジュネーブモーターショーにおいて発表されたモデル。 ベースモデルから 70kg 軽量化し、最大出力 570PS を発揮する。エクステリアの改良で、空力性能を向上。レベントン風のフロントバンパー、大型エアインテーク、レーシングカー的なリアディフューザーや、リアスポイラーを装備する。インテリアにも専用装備を多数採用している。LP570 から4スーパーレジェラエディツオーネ、テクニカ2011年9月の、 フランクフルトモーターショーで発表されたモデル。パワートレインは前述の LP570 から4と同じものだが、ディフューザー、リアスポイラーなどに、カーボン素材を多用し車重は1 3 4グラムに抑えられ、ブレーキを中心に改良が施される。0時速1 0 0トル加速3.4秒、最高速度時速3 4 0トルと公表される。 2013年4月のオート上海において発表されたアウトモビリランボルギーニの創立50周年記念モデル。専用色の白系ビアンコオバリスで塗装されカーボンファイバー製のリアウィングや透明なエンジンフードダークグレーの19インチアルミホイールなどを装備する。世界限定台数は90台以下。セストエレメントがヤルドをベースに開発されたモデル。 2010年10月のパリモーターショーにおいてコンセプトモデルとして発表され、2011年にサーキット走行専用車として生産が決定した。セストエレメントとは第6の元素という意味で、すなわち原子番号6の炭素を指す。その名の通りボディはカーボン材からなり、その他の部品にもチタン合金など軽量素材を多用したことで、 最高出力 570PS の高点2リットル V 型重機等エンジンを搭載しながら車重 999kg という軽量に仕上がった。4輪駆動。0時速 100km 加速は2.5秒。最高速度は時速 300km を発揮する。ガヤルドポリッツヤ1号車が退役し、2008年10月24日に LP560 から4をベースとする代替車両として納車された。このガヤルド LP560 から4ポリツヤは通常の任務のほか移植用臓器の搬送を行えるようそのための装備が組み込まれている。また、同車に乗務する警察官は特別に選抜されトレーニングを受けたメンバーのみ乗務することが認められる。この車両は2009年11月29日夜 学生向けのジョブフェアで展示抜きとガソリンスタンドから出てきた一般車を避けようとしてコントロールを失い大破。この事故による死傷者はなかった。2014年以降後継車種であるランボルギーニュラカンポリツヤストラダーレへの交代が行われ2017年に全車退役した。一部車両は警察車両博物館に収蔵されている。 LP600GT3 フロリダに RG-3 ただシディアブロのようにエンジンを前後逆に配置しトランスミッションを室内センタートンネルに位置させる方法は取られていないこのフレーム構造はムルシエラゴでは採用されなかったフェラーリ458イタリアの全高は 1210mm 12気筒モデルのムルシエラゴの全高は 1130mm、ハットランボルギーニガヤルドプロダクションエンズオンナンバー14022オートブログ2013年11月26日、ランボルギーニガヤルドに250台のスペシャルエディション、ウェブクグ、2019年1月18日閲覧、黒いランボルギーニガヤルド世界限定185台、 レスポンス、2019年1月20日閲覧。レスポンス2004年5月16日ランボルギーニ、ガヤルドのパトカー出動。ランボ上陸45周年を祝う10台限りの特別なガヤルド。ロッソ、22から23、エンジン限定250台の後輪駆動。ランボ、ガヤルド LP550 試乗機。ランボルギーニガヤルド LP550 から2、試乗機。 快楽のランボルギーニ、ウェブクグ、二2019年1月18日へ閲覧。小林隆ランボルギーニ、イタリア統一150周年を記念した、ガヤルド LP550 からに取りロ売れ発売。カーウォッチ、インプレス、2019年1月18日へ閲覧。AB、より軽やかにより鮮やかに、ガヤルドのニューモデル。 オパナーズ、2019年1月15日閲覧。サンター型、第2の衝撃波。ロッソ、32から35、ランボルギーに、50周年記念限定車を、日本初披露。ウェブクグ、2019年2月5日閲覧。レスポンス2008年10月25日史上最速の、パトカー、イタリア警察に配備完了。 GT3 用の新型ランボルギーニガヤルド LP560GT3 が登場。オートブログ2018年12月15日閲覧。スティーブン・ドビエニューランボルギーニガヤルド LP600GT3 レーシングカー。エボ2018年12月15日閲覧。2009オートバックススーパー GT ラウンド6ポッカ GT サマースペシャル。 supergt.net 2018年12月15日閲覧2009オートバックススーパー GT ラウンド7富士 GT300km レース supergt.net 2018年12月15日閲覧ありがとうございます